はい、世界のピコ人家さんの皆様、今日はなんとドリマトン DT9、 すごいですね。実はこれ私2度目なんですけども、まあ今まあ来たばっかりで、こういうふうにまずいじってみようかなと思ってますが、まずはちょっと鳴らしましょうね。あ、メモリーがないんだ。まあフュージョンシャッフルの2が鳴ってますね。どこだ、カテゴリーがなってますけども、ディスコですね、これ。あ、ポップディスコ、いい感じ、モダンラテン。まああれですね、リズム関係はちょっと階層がね割と深くて、ここで呼び出して、でここにこう画面が出てくるような感じで、まあいろんなパターンによって、今ワンツープレイになってるから、結局はレジストも変わるっていう感じですね。でこのレジストが突起するのは、この全部でなんだこれ、全部押せんのかな、うわすごい、1234、まあこれメモリーしなきゃいけないけど、全音集計のこれ、えい、あすげえ、なんとオルガン含めて1234566個レイヤーできるんですね、音色を重ねられるという。ここなんでキーボードコンダクターってありますけども、まあこれはあれですね、いわゆるアンサンブルボタンみたいな Y 社のそういうシステムだと思います。で飛びますけども、じゃあオルガンの音聞いてみましょうね。でここにパーカッションがまた別のところにボタンが用意されてて、これパーカッションなしにして弾いてみる。でサスティンとかここにあります。うわっ、また突然鳴ってしまった。ここにセッティングってあって、オルガンは独立系コントロールになってます。トレモロとかこうやってかかるわけですね。でここでこう1、例えば今16とフィットと1を入れると、で全出し、全ドロバー出しやると、あれなんでそうだよ、なんでなんだろう。これロアだ、これは今生きてねえのかな。これで、そうか、これで、突然アカンプが鳴ってしまった。結構重厚な音がするんですね。1、18と5、3分の1を出すと、あと分かりにくいけど、この黒鍵がねすごい長いんだよね飛ぶけど、それがやっぱり可愛いの特徴っていうか、奥まで行って割とこう弾きやすい感じがすごい。この鍵盤はね、俺的にはシャレオツだと思いますね。ちょっとオルガンのオーケストラ、今オーケストラアッパーオーケストラの1の、階層、あボーカルっていうのはね、ボーカルアースストリングスアンサンブル2、鍵盤結構縮みますね。ストリングアサンブル結構アナログシンセのような温かみのある音がして、コズミック系からスクエアリードの位置か、これクリックリード、クリフリード
うん、とってもなんかこう神聖的なな、こうイメージっていうか、新鮮はあり、ブラスなんかのアンサンブル、どうでしょうね、ブラスセクション、最初からこのディレイがかかってるのがちょっと、うん、なかなか、なんていうのかな、際立った音がしますね。やっぱりね、このいいなと思うのは、この、そうだね、この、アンサンブルがやっぱいっぱい必要以上にこう、線押しとかできるのか、これ。すげえ。とか、5本指なきゃ押せないよね、これね。瞬時、まあ、1個で変わるようなセッティングなんですけど、このアンサンブルがすごいね。これ、まず突起したいのは。あとは、あとは大体もエレクトーン、あ、ごめんなさい、電子ショルダーの醍醐味のこのいわゆるレイヤーした時のこの厚みのあるっていうか、まあ、重ねれるっていうのがやっぱ特徴じゃないでしょうかね。やっぱりリズム域、あ、こうなっちゃうのか。これをやっぱりワンツープレッシャー、あ、ここで バリエーションっていうのがある。で、これに、手押しフィルインは難しいな、これな。拾わないですね、やっぱりね。あ、バリエーションでこうサビの展開をする、ここにバリ、なんか懐かしいサンバの感じ。なるほどね。あとはそのベース、テピア入れますけど、このあれ消えちゃった、なんで消えるんだろう。ベースの踏み心地っていうのは結構ヤマハよりごめん浅いような感じ。昔はなんか深かったんですけど、結構割とあれですね、割とこう見えませんけど、結構ね浅いですね、なんか踏みしろが。でもやっぱこの突起はやっぱこの鍵盤だね、いいのは。この鍵盤のこのリーチの長さっていうか、すごく外人でもこうフィットしそうな、俺はちょっと小さすぎるんですけど、手がね、この奥に広いのがね、どこまでもいけるよみたいな、ね、あとは割と浅いんだよね、こう、うん、まあそんな感じでドリマトーン DT9 レビューでした。ありがとうございました。なんじゃこりゃ。